どうも、定楽どうも、定楽です。続けて自作 BGM で、ミンゴルするっていうのをやっていこうかなと思います。今度は声ありでいきます。声ありなんでどうなんだろうな。ちょっと押さえた方がいいか。ですね、ツアーでゴルフでしょう。A かな。そしたらもう A だな。よし、行こう。対戦相手の方、今日はゴールデンウィーク2日目なので、人が少なくなっているような気はします。まゆちゃこさんとこうちゃこさん、レッツゴー。できるかな。お、超パワーだと乗るのか。いや、祝砲でもいけるか。祝砲でいけるんだ。376ヤード。真横。いやー、どうなんこれ。普通に狙うか。さあ、行きましょう。おお。相手が先に打つっていうのはやっぱりいい。あ？376。あ、大丈夫。下でいいか。よし、全力か。 OK。 ナイスショット。あれあそれしかないか。おこれ取れてないな。取れてない可能性あるな。あー、参った。また無音だわ。いや、気のせいかな。イーグルチャンスだ。おお。
ちょっと音声が取れてないようなので出直したいと思います。ご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。どうもテイラクルです。自作 BGM でミンゴルやるっていう企画なんですけど、さっきですねちょっと、音声が取れてなかったようだったので一回中断しました。で確認したらですね、まあ取れてたということで、ちょっと前の動画とつなげて続きでやっていきたいと思います。今日も頑張りましょう。ではツアーでゴルフ続きやっていきます。音楽は初めから。ではにしようかな。対戦相手の方安弘さん、男性ですかね。どうでしょう。レッツゴー。パー4。さあ、自分か先か。おー。祝砲かな。そしたら祝砲打ちますか。この辺に悪くないですよね。多分いいと思う。ナイスショット。さあどうなるかなと。まあでもしょうがないかな。これ結構負けの可能性高い。高いな。相手はどうしてくるんでしょうか。60ヤードを沈めてくるのか。でもな、クラブのレベルが低いんだよな。これでうまくいくのか。でもまあ入ってもおかしくなかった。おー、じゃあ決めようかな。まあこの距離なら入るでしょう。ということで勝ちました。入ってないみたい。やったー。はい。
ということで、次行きましょう。132。はーい、お呼びですか、誰にしようかな、次の対戦相手どうぞ。アッシュさんで、切断するやつアホっていう、まあ本当にそう思いますよね。ただその事故のパターンとかもあるので一概には言えないっていう。ああ自分が後でよかった。ここすごい先打ちたくないんだよな、いろいろと準備が大変なんで。霊峰一発か。弱め弱め、ナイスショット。弱いな。いける。さあ行きましょう。さあってどこまで行くかな。あ、ダメだ。これでいけるかって言ったらいけないからしょうがない。かー、24秒。あー間に合いそうにないな。22秒20秒。ここでいい。どうだ。バーディーチャンス、相手がクルパで負けですね。いや、まあまあそれでも分かんないけど見ますか。勝ちですね。3連勝はなかなかないな。調子いいですね。よっと。バーディーチャンス。じゃあ入れていきましょう。おお。やった。バーディー。やーい。やったー。はい。ということで100以内入りました。まあゴールドなんですけど。誰にしようかな。では次の対戦相手の方。小豚さん。どうも。レッツゴー。小豚ってつけるかな。女性かな。そしたらワーフォー。じゃあここ、さあ行きましょう。レフォーか。ここか。
よし、オッケーオッケー、大丈夫。いいですね。さあ始めましょう。あら、これ多分復帰すると思うけど、どうしようかな、続けてやっていくかだな、問題は。はい、勝ちました。疑惑の判定。うん、疑惑の勝利。じゃあ商品受け取っていきましょう。全スカじゃん。続けてやっていきましょう。誰にしようかな。うん、ゴンチさん、ハナちゃん、レッツゴー。どう男性かな。ノーザンライツ。さあ、うん、始めましょう。あら、でほうか。何？これは場所を見せない。あ、そんなことはないか。え、いいの？いいのか？あ、でもこういうのって意外に負けるかもしれないんだよな。そうだ、うんうん、さあ行きましょう。めっちゃ雨降ってる、降りまくってる。まあ、ここ、うん？多分いいよね、ここで。うん。ナイスショット！さあ、どうなる？いや、悪くないと思うけど、ダメか。微妙かな。さあ、バーディーチャンスよ。クルパで負けかな。クルパがあれば向こうに。あ、クルパありますね。ということは自分の方にクルパがなかったら負けかもしれない。頼むぞ。あら、
まずい、負ける可能性ある。しょうがない。よし、バーディーチャンス。うん、しかも黄色か、黄色きついな。うっそ、黄色か、ここに来て。負けだ。じゃあですね、悔しい、あの自作の曲がもう終わりそうなので、まあ今日はここでやめましょう。うん、はーい、お呼びですか。これ次の曲で終わりなんで、はい、じゃあここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の自作 BGM でミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。